2017年2月2日、一人土なりのロックオンミュージック第52回目ということで、今日ですね、サポートサックス吹きのジョジョさんが来る予定だったんですけれども、なんか急な来客で来れないということで、8時ぐらいですかね、なんかメール来てたの。もうあれですね、もうジョジョはもう丸坊主にします。彼のキャラクターの重要な位置を占める髪の毛という彼の個性を私は奪いたいと思いますので、ということで一人土ならのロッコミュージック、最後までお楽しみください。一人土なりのロッコミュージック、はい、ということで本日は一人土なり一人でお送りしたいと思いますけれども、この番組は毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽バラエティ番組です。皆さんからのメッセージや質問など、もうこれ今日は本当特に重要になってきますので待っております。メールアドレスはこちら、数字で797@fmginowan.com まで送ってください。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をインターネットで生配信しております。リッスンラジオというアプリをインストールすれば、インターネットを経由して全国どこでもラジオ番組として楽しめます。 FM ギナーのホームページからアクセスできます。よろしくお願いいたします。はい、一人土なり、これ一人で多分番組を、まあ、やったことはあるんですけれども、実は今日一人土なりとは、音楽活動してるこの一人土なりとは何ぞやみたいなのをちょっと皆さんに1時間かけて説明しようかなという、ちょっと挑戦的な放送なんですよ。なので、大切な相槌役が今日ジョジョさんいないということで、今日ミキサーの与那峰君にマイクを使って相槌お願いしますね、与那峰さん。はい、はい、いやいやいや、そうにちょっと喋り終わりますけどもでも与那峰くんもね、番組持ってますもんね。あ、まあ一応喋ってるので、ね、はい、台湾のなんか情報を、はい、僕まだごめんね、まだ、はい、見たこと聞いたことないんだけど、はいはい、台湾のどういった内容を喋ってるの？まあいろいろテーマに沿って自分が行った時のその、まあ、観光の話だったりとか、うん、ドラマの話だったりとか、うん、音楽の話だったりとか、いろいろ、もう台湾の全般、はい、何でもいけるんだ。あ、基本何でもいけます。分かりました。じゃあ何か困ったら与那峰くんが台湾あるあるを、はい、じゃあ僕ちょっと話す内容考えるんで、はい、あるあるを一個言ってくださいみたいな台湾あるあるじゃなくてもこぼれ話でもいいし、ね、はいはい、台湾のことわざとかでもいいかな。あ、はい、何かちょっと助けてくださいね。分かりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ツイッターの方に、ツイキャスの方にメッセージ来てます。沖縄在住ママルちゃんさん、ナナシちゃん、これ名前変わったのかな、ママルちゃんって読むんですかね。こんばんは、2月頭ですが節分にまつわるエピソードなどありますか。なるほど。ね、節分なんか愛知県だったか、あ、違うな、静岡県は豆まきのをやるんですけど、その時に子供たち用になんかちっちゃいお菓子を部屋を暗くして巻くみたいな風習があるらしくて、うん、でそれがかなり盛り上がるって話を聞いたので、うん、だから真っ暗の中みんなでこうお菓子を取り合いして、で電気つけて、あ、なんか飴何個だみたいな、あ、なんか楽しむらしいですよ、うん、これちょっとなんか盛り上がるのでおすすめっていうのを聞いたことありますけど、沖縄在住マルチャンさん、これごめんなさい、 なんて読むんでしょうか、元ナナシちゃんありがとうございます。週末のイベント情報が1件入っております。ありがたいことに音声データちょっといただいてますんで聞いてください。こんばんは、ショッキング桃色のギターボーカル桃太郎小安です。ベースの桃太郎明乃です。ドラムの桃太郎美香ちゃんです。パラヘルズのギターボーカル鬼ごまみです。ドラムのラーメン鬼丸です。5人合わせて桃ヘルズです。
2月4日土曜日に那覇 G シェルターにてツーマンライブをやりまーす。やります。前説はあの吉村隆さんです。桃ヘルスグッズも限定で作りました。デザインは佐田優でおなじみの高野さんです。イエーイ。今回は節分をテーマに鬼ヶ島ステージと桃の船ステージで対決やー。イエーイ。お客さんも一緒に楽しめる豆ゲームもご用意しております。イエーイ。予約特典丸でー。予約待ってるでー。来いやー。はい、ということで今週土曜日那覇市の G シェルターにて女の子2人バンドのハラヘルズと女の子3人バンドのショッキング桃色のツーマンライブがあるということで、会場が19時半開演が20時となっている模様です。で、なんか進行司会進行と前説で吉村隆くんがなんか出るようで、こう吉村くんを前説と進行に使うあたりがもうこの2バンドの懐の広さというか感じますけれども、なんかね、あのハラヘルズのツイッター、ショッキング桃色のツイッターの方でもあのタイムテーブル出てたんでね、ぜひ皆さんちょっと探してみてください。あのツイッターはですね、あのツイッターやってない人でも見れますのでね、ちょっと見てみてください。ちょっとタイムテーブルからちょっと面白かったですよ。ちょうど真ん中になんか豆巻き豆ゲームってなんか書いてて、それもなんか吉村隆くんが進行するみたいでよくわからないちょっとパンチの強いイベントが今週土曜日那覇市で行われるので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それではこの2バンドの曲を2曲続けてお届けしたいと思います。最初はハラヘルズの野菜地獄、そして続いてショッキング桃色のロンドンジェリーの歌、聞いてください。Oh.
だったのベイベー、オレンジのヘッドライト、電動のコギリで打ち壊したあの夜、気まぐれだったのベイベー、真夜中のスポットライト、ぐちゃぐちゃに踏み倒し、バラバラなステップ、踏んでた夜、国際色の空が思い出なるその日まで、お届けしたのはハラヘルズで野菜地獄、そしてショッキング桃色でロンドンジェリーの歌でした。今週土曜日は那覇市の G シェルターでこの2バンドのツーマンライブがありますので、皆さん遊びに行きましょう。私も遊びに行きたいと思います。10秒前です。はい、5秒前、4、3。ひとり土なりのロックオンミュージック。はい、ロックオンミュージックやっておりますけれども、この FM ギノワンさんが開局して、まあその初日からこの番組やっているんですけれども、ひとり土なりのロックオンミュージック、毎週木曜日夜10時から1時間やらせていただいているんですが、
まあさすがにこの毎月、毎月じゃない、毎週木曜日の1時間これラジオは大変だなということで、まずあの空間日和が第2週目にちょっとやってくれないかっつってお願いして、今第2週目空間日和で、また先日から第4週目に男性というね男女ユニットがやってくれていまして、で3月来月の第1週から実はあのザ・ユーという先日ゲストに出てくれたザ・ユーの入江くんが実は3月の1週目からやることになりまして、というわけで毎週週替わりでこのロックオンミュージックはやっていこうかなということになります。で一人土なり、まあ、月に1回ますけれども、この開局からやってるこいつは何者なんだみたいな思ってる人たちもいるかなと思いまして、今日はまあ来週から4週間週替わりになるということで、まあ、一人土なりのことをちょっと紹介しようかなと思っております。今バックで流れてるのがこれ一人土なりのファースト CDR ですね、思いの丈の中から俺ダンセムという曲が流れておりますけど、まあ、そもそもですね高校時代まではそんなにロック音楽みたいなのにあまり関心もなかったんですよ。でも6歳上に離れた6歳離れた姉がいて、でその姉が、まあ、高校の放送部とかやってて、でその頃流行ってた、まあ、海外の音楽とかをよくカセットテープにして部屋とかで聴いてるのをなんとなく一緒に聴いてたみたいな、でもなんか音楽すごいぜみたいな目覚めはまだなかったんですね。で高校に入ってちょうどその頃はですね小室ファミリーとかが全盛期の頃で、で週末のクラス会とかたまに会った時に、まあ、ボーリングして、みんなでボーリングして、でその後カラオケとか行く流れだったんですけど、でそのカラオケで、まあ、その時何聞いてたんだけど、久保田利伸とかチャゲアスとか聞いてたのかな自分は。でカラオケでまあ歌ったりとかしてるのをなんか軽音楽部の子が、まあ、ちょっと君歌えそうだからちょっと軽音楽部ボーカル少ないから来てよみたいなことで始めたのが最初の僕のバンド活動なんですね。だからすごい音楽いいぜと思って入ったわけではなく、なんとなくカラオケ上手だから歌ってみないみたいなところが入りだったんですよ。で雇われボーカルなもんで、じゃあこれ今度やるからライブでやりたいから聴いてきてねみたいなのを、まあ、曲もらってやりますみたいなので始めていったのがきっかけで、で高校3年の頃にレニー・クラヴィッツって人の Are You Gonna Go My Way っていうすごい大ヒットした、世界的に大ヒットした作品があって、でそれもまた友達からなんか貸してくれて、これ聴けよかっこいいよっつって、で聴いた時に1曲目にこの Are You Gonna Go My Way っていうとても有名なもう CM とかでもよく使われてる曲が入ってて、で2曲目に Believe っていうまた曲があって、でその曲聴いた時に自分はなんかガーンとかロックってなんかすごいなこれみたいな、なんだこの曲はみたいなので見せられていったんですね、この音楽の世界に。でその時高校の頃この軽音楽部で一緒にバンドやってたのが後にフッカーズを一緒に作る、まあ、千葉名雄介なんですけれども、だ彼に大学入ったら一緒にちょっとバンド真面目にやってみないみたいな僕の方から誘って、でゆうすけももうすごいギター大好き少年だったので、もう俺はずっとギター弾いて生きていくぜみたいな男だったので、あやろうやろうっつって、で大学試験で僕は受かって、でそしたら千葉のゆうすけが落ちちゃって、じゃあ1年間待っとくよとか、で、まあ、1年僕は大学生活また楽しみながら、でまたちょっとアコギとか練習したりとかしてコードを覚えたりとかしてバンド活動の準備をして、で1年後また千葉の祐介が落ちて、なんだよってからまた待つんかいっつって、また1年待って、で1997年にようやくこのザ・フッカーズという僕がバンド人生のもうこれが芽生えですね、きっかけとなったバンドを組むことになるわけですよ。まあ、それが僕のまあこのロック音楽に魅せられていった最初のステップですね。
ということで、これからこの衝撃を受けたあの名曲をちょっと聞いてみたいと思います。ちょっとインターネットを通して今聞いてる方はちょっと聞けないんですけれども、まあ、YouTube とかで検索してみてください。レニー・クラビッツの Believe という曲です。聞いてください。あ、これ今ユーストの人はこれで聞いてる？そうです、これが入ってます。あ、入ってます、はい、そうですか。ユーストツイキャスの方はじゃあ今曲聴けず。そうですね、はい、はい、今レニー・クラビッツの Are You Gonna Go My Way というアルバムの中から Believe という曲を聞いていただいてますので、ぜひ、まあ、YouTube で検索してみてください。ちょっとあの PV ミュージックビデオ自体はちょっとあまりかっこよくはないんですよね、この曲。ただ曲がねもうすごくいい。でこの Are You Gonna Go My Way という曲の PV は向こうでもアメリカの方でも賞取ってて、それはすごくかっこいいのでね、それ見てください。レニー・グラビッツもかっこいいんですけど、このドレッドを振り回してサングラスでぴったりしたかっこいい衣装着てフライング V 持ってわーってやってるレニー・グラビッツで、ドラムがねシンディ・ブラックマンという、これまたジャズのドラマーなんですけど、まあ、あのサックス吹きのジョジョぐらいの頭がファーってアフロ でサングラスかけてでめっちゃバリバリに叩いてるんですよね。その PV かっこいいんですね。ぜひぜひ見てもらいたいですね。レニー・クラビッツですね。You just got to believe。 これまたジャスラックムーヤンで止められたらやだね、はい、曲のタイトルこれ怖いよね、はい、大丈夫かしら。あと何分あるんだっけこれ、これ曲自体4分54分で今残り2分です。あ、なのでそろそろそうだね、次の、あ、次のサビ終わったぐらいでまたいい。あ、はい、完全に切って大丈夫です。その後曲紹介してエピソードから話して切って、はい、お届けしている曲はレニー・クラビッツで Believe。 もうこのね歌と歌の間のブリッジって言うんですけど、ター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 タっていうフレーズを聞いた時に僕はなんかガツンと衝撃を受けたんですよ。なんだこれはみたいな。これはもうこの言葉では説明できないんですよね、この感動の種類みたいなのは。もうロックンロールの衝撃をこう私受けたわけですね。はい、でザ・フッカーズの話ちょっと戻しますけれども、まあ、1997年からザ・フッカーズ沖縄県内で活動を始めて、で1999年に2年後にですね、もう自主制作のミニアルバムを作ろうとみんなでお金出し合って、多分あの当時レコーディングも含めて50万ぐらいかかったのかな。でメンバーがキーボードの子もいたので 1、2、3、4人か、4人でもお金出し合ってまあ、レコーディングをして、で CD のプレスも昔はあまり少なくてですね、そんなプレス業者みたいなのが500枚でプラスサービスでなんか600枚ですみたいな
なんかやってたのかな、キャンペーンみたいなのやってて、でそれで25万ぐらいかかったんですかね昔は。でミニアルバムを1999年に出しました。レコ発ライブは今は亡き K マインドの方でやりましたね。もうそこがなんかスタート地点ですかね、やっぱりバンドとして音源出したぜみたいな。これ先週かけたんだ、先週っていうか前回かけたのかな、最後に H のテーマっていう、そのフッカーズのミニアルバムの中から確か先週のエンディングかけましたね。 YouTube の方にあのアーカイブ残ってますんで、気になる方は見てみてください。あまり流通もしてない音源なんでね。そうなんですよ。でそれでミニアルバム出して、でその頃もう沖縄はいわゆるインディーズブームみたいなのがすごく来ててですね、まあ、地獄車さんでインディアンハイ、今は インハイになりましたね、その後名前で、モンゴル800などなど、そうそうたるメンツが沖縄で、まあ、県外からの、ね、バンドさんもいっぱい来てくれて、スキャフルキングとかケムリとか、まあ、その頃はまあハードコアとかスカコアメロコアとかが全盛期で、でフッカーズはどちらかというとちょっと歌物系だったので、それが良かったのか悪かったのか分かんないですけど、でも今いろんなイベントにも呼ばれたりして、いろんなジャンルの子たちともライブをしてましたね。あの頃はもちろんモンパチとかでスカイメイツとかね、一緒にやってましたね。でハイウェーブという事務所があって、でそこでモンゴル800を、まあ、全国に紹介した事務所なんですけれども、そのハイウェーブからモンパチで、次にスカイメイツが出て、でその後に僕たちザ・フッカーズもそこから CD をちょっとリリースすることになって、それがファーストアルバムのテニスウェアですね、これを出しました。でその後少年カタルシスという、まあ、シングルになった曲があるんですけど、これがテレビのあれかなんだっけ、天気予報で、ね、使っていただいて、それでちょっとフッカーズみたいなのがなんとなく沖縄の人たちにもちょっと浸透したかなみたいなことがありましたね。で、まあ、立派な道草、ソウルランドリーと、まあ、CD を出していったんですけれども、やっぱこのバンド活動っていうのはやっぱり本気になればなるほど、またこの事務所というものが入ってくるとですね、やっぱり責任みたいなのとかね、いろいろ考えるわけですよ。自分の音楽に対して、またステージに対してとか、まあ、メンバーといろいろ試行錯誤しながら頑張っていましたけれども、まあ、2007年の12月に、まあ、ザ・フッカーズはちょっと解散することになりましたね。やっぱこのバンドの解散の時はちょうど僕とこの一緒に組んだ千葉の祐介がちょうど30になる年でね、まあ、社長に話しに行った時も、お前らもそんな年かみたいな感じで、分かったみたいな感じで、見送ってくれたんですけれども、でもこのバンド活動をする中で、まあ、沖縄県外の方に、まあ、ツアー行かせてもらったりとか、まあ、自分たちバンドだけでは立てなかったような大きいステージに立たせてもらったりとか、すごくいろんな経験をしましたね。でその中でいろんな人たちと出会って、で音楽って本当に素晴らしいなっていうのを本当に痛切に感じた、そんな大切なやっぱ期間だったですね。やっぱ解散したっていうのはやっぱりちょっと残念だったんですけれども、まあ、その自分が20代から30代にかけて経験したことっていうのは本当に自分のこの人生の中で大きな意味を持っているなって本当に思います。はい、それでは次の曲聴いてもらいましょう。じゃあそのザ・フッカーズの最後のアルバムになったソウルランドリーというアルバムの中から聴いてください。最後の曲ですね、ソウルランドリー。物差しで全てを測ろうとしたの、人を裁くのに必要な資質がお前にはあるのかい。騒がしいな、
し黙っててくれないか。人間の知り得ることなんてこの世の出来事のほんのわずかさ、たった一つの事実には真実のストーリーがいくつもあるってさ。人殺しはみんな一緒だよって、その根本は人種差別と変わんねえだろう。節穴で見ている人間が はい、お届けした曲はザ・フッカーズでソウルランドリーという曲でしたね。これがザ・フッカーズの最後のアルバムの最後の曲ですね。Do the Music ということで、これなかなかやっぱり僕はですね、このザ・フッカーズというバンドで、まあ、最後のライブをやった時にこの曲が最後の曲だったのかな、最後月に浮かぶっていう曲で終わったのかな。このドラムの最初のダッタ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 ンダッタンドトトトンというこのフレーズをもう常に一生懸命もう一番強い力で叩いてくれって、ドラムの天下義孝くんという、あの今ブリッジのあのミヤちゃんがやってる385ってバンドでドラム彼は叩いてるんですけどね、彼にずっと言い続けてたんだよライブで、ダッタ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 ンで、それがですね最後のライブの時にもう一番いいドラムが出たんですよ。それタタタタタタタンドトンツトトトンジャンジャジャラジャンってユウスケのギターが入るんですけど、これを体感した時にあバンドやっててよかったなって本当にあの瞬間思いましたね。もうこれはね、うん、懐かしいですね。これが2007年の12月1日ですね、ベースの田中くんの誕生日が解散ライブだったんですけども、ギノワン氏の K マインドでライブやりましたね。でザ・フッカーズ解散して、でそこからですね僕はもう2008年の1月から一人土成というカタカナ表記の一人土成という名前で活動を始めました。この名前自体はですね、その K マインドの斜め裏手にあるギノワン市のプチカフェバーというお店の店長の方がなんかつけてくれて、大城大地っていう名前じゃなんかちょっと沖縄色が強すぎるから、なんか沖縄色強い割に大地くんの曲はあまりこの沖縄
の音階取り入れたりとか、あんまりそこに突出してないから、まあ、なんか勘違いされないように、なんかあんまり沖縄っぽくない名前がいいんじゃないかということで、なんかお店の常連さんたちとみんなでなんか考えてくれてたみたい でその中で店長の考えてくれたこのカタカナ表記、ひとり土成っていう、僕名前の大城っていう漢字も、下の名前の大地っていう漢字も漢字を分解すると一人で土辺になりっていうね、なるんですよ。それでまあ一人土成という、名前なんですけれどもね。はい、で一人土成になりまして、これまでに CDR を2枚で CD を1枚出しております。 CDR がですね、思いの丈という CDR と、これは弾き語り中心ですねにやっております。で次に出したのがワンウィークダイアリーっていう、これはですね一人で多重録音して、まあ、要するにドラムとかギターとか自分でパカパカドスドスプレイしながら撮った、ちょっとバンドサウンドみたいなのも入ってる音源になってます、ね、で今 BGM でかかっているのが2015年の1月に出た CD 寝ぼけた太陽ですね。久しぶりに、まあ、CD ショップに、まあ、自分の音楽が並んだんですね。これだから2005年にソウルランドリーというアルバムが出て、10年かけて2015年にまた CD ショップに作品を置かせていただいたっていう、これすごく自分の中でも感動的な瞬間でしたね、あれは。でこの寝ぼけた太陽っていうアルバムはですね、まあ、この一人土成、2008年からこの2014年までずっと一人で、もちろん弾き語り、ギター弾き語りでやってたんですけれども、男性というこのロックオンミュージック第4週目に今担当している男性っていうユニットのギターボーカルの直也くんが、大地さんの曲、好きな曲あるんでぜひそれ入れて CD 作ってくださいっていうなんか言われた時に、あ、なんかこの子のためにCD にしたいっていう強い思いで、でバンドメンバーをちょっと集めてですね、でレコーディングしましたね。それが2014年の秋頃ですかね。で2015年になんかトントン拍子にちょっといろんな出会いもありまして、まあ、CD が CD ショップに並ぶことになったんですけれども、これもすごく感動的でしたね。やっぱりこの一人でずっとやってきている音楽だったんですけれども、一人土成で、でもやっぱり頭の中で鳴ってるのはこの今後ろで流れている曲のようにやっぱりバンドサウンドなんですね。元がやっぱりバンド出身なので、だからこの同じスタジオの中でちゃんとした人たちとなんかこの音楽を、音を一緒に出すっていうのは久しぶりに味わったやっぱり快感でしたね。はい、そして一人土成、まあ、この2017年ですね、今年入って、まあ、1月も今日2月ですかなりますけれども、まあ、2015年のこの作品から音源的なのはまだちょっと出してなかったので、今年はぜひまた CD 出したいなっていう、また出さないとちょっとダメかなっていう、なんか活動をサボっているんじゃないかみたいなちょっと気にもなってですね、今年は弾き語りの曲と、まあ、バンドの曲と今8曲ぐらいちょっとセレクトしてどうにか CD にしたいなということで頑張っております。そんな感じですかね、一人土成さんの歴史を、まあ端折ってですけれども、まあ、1997年から始まった私の音楽的歴史をちょっと今日はご紹介させていただきました。すごくまあ個人的な話なのでね、ちょっとなんだこの番組はみたいな公共の電波を使ってこの人はなんだ、自己紹介の何ポエムを読んでいるのかみたいな感じになりましたけれどもはい、そういう人がやっている番組です、ロックオンミュージック、一人土成のロックオンミュージックです。まあ、今後とも何卒よろしくお願いします。はい、では、まあこのコーナーの最後に私の曲を聴いてもらいたいと思います。この曲はですね、YouTube に唯一、まあ、ミュージックビデオみたいなのが私のオフィシャルで、まあ、上がっておりまして、でそれは、
まあ、音源自体は練習スタジオで撮ったデモ音源なんですけれども、まあ、身近なバンドマンとかすごく仲のいい人たちの、まあ、写真を撮って、それをスライドショー的に、まあ、風景のショットも入れつつ、そんなミュージックビデオが、まあ、YouTube に1個だけあります。すごく僕も、まあ、自分で作ってはなんですけれども、すごくいい雰囲気が出てるミュージックビデオできたなと、まあ、それはもう出演してくれた人たちの本当おかげなんですけれども、ぜひぜひちょっと皆さん YouTube に足を運ぶことあったら探してみてください。カタカナで一人土なり、そして曲名はこれです。聞いてください。おぼろげな太陽。会いに行こう、会いに行こう、空が厚い雲で覆われてても、会いに行こう、会いに行く、僕だけの太陽。お届けしている曲は一人土なりのデモ音源でおぼろげな太陽でした。続きはぜひぜひ YouTube で探してみてください。
10秒前です。はい、4、3、2、1。ひとりつちなりのロックオンミュージック。ひとりつちなりのロックオンミュージックというまあ可愛いジングルの後は PM エージェンシーのイベント情報です。ですね、今週末土曜日にミュージックタウン音市場で開催予定でしたトリプルアックスツアー17なんですけれども、出演者のなんかインフルエンザがちょっと見つかっちゃったみたい で公演が実は中止か延期かみたいな感じにちょっとなってしまいました。で、まあ、払い戻しのことやまた延期だったら延期いつですよみたいな、また詳細はですね PM エージェンシーのホームページの方に載ってるかこれから乗りますみたいな感じですので、ちょっと行く予定だった方は非常に残念なんですけれども、ちょっとホームページの方ちょっと見てみてください。よろしくお願いします。はい、で他にイベント情報ちょっといくつかご紹介したいと思います。まあ今月で言うなら2月26日日曜日名村ホールでリップスライムの公演があります。こちらもチケットがもう本当に残りわずかとなってきておりますので、どうしようかなって迷ってる方はプレイガイドの方へ迷わず行ってください。チケット発売中です。ローソンさんでもファミリーマートさんでも売っておりますのでね。あと、最近決まったんですけれども、3月10日金曜日アウトプットで那覇市のアウトプットで徳丸修吾さんが、こちらバンド編成でいらっしゃるそうで、徳丸修吾さん、ご存知の方、ご存知でない方の方がひょっとしたら多いかもしれないですね。カタカナで徳丸修吾っていうアーティスト名でやってるんですけれども、まあ、日本はそうなんですけれども海外でもすごく人気のあるアーティストの方です。KEXP っていうワシントンのシアトルであるローカルのラジオ局がインターネット配信しているスタジオライブとかでもこの日本人をなんですけれどもね、まあ、徳丸修吾さんのライブとかもバンド編成のやつが YouTube とかに載ってたりするんですよ。でその徳丸修吾さんのライブがこの3月10日金曜日那覇市のアウトプットっていうあの狭い箱でギリギリの近い距離で彼の姿が見れるっていうのはこれ非常に貴重ですので、全自由3500円となっております。これチケットも結構 お買い求めやすい金額かなと私的には思っておりますので、ぜひぜひちょっとですね PM エージェンシーのホームページも見て、 YouTube でこのミュージックビデオとかも載ってますのでね、ちょっと見てみてほしいなと思っております。まあ、僕も本当にさっきザ・フッカーズの話してたんですけれども、まあ、バンドやってる時もまあ音楽は聴いてたんですけれども、バンド解散してからすごくいろんな音楽をもう本当に CD いっぱい買い漁ってですね、いろんなジャンルの音楽聴いて、世の中にはもう多分人生僕は死ぬまでずっと新しい音楽とか新しい刺激というかね、そういうのを欲しながらどんどん CD だけが増えていくみたいな感じになるのかなっていうぐらい、やっぱり音楽ってなんか新しい衝撃が今でもなんかいろんなとこにゴロゴロ転がっててですね、で何かそういう話、一緒にそういう話できる人がいるとすごく幸せな時間だなと僕は思ったりするのでね、ぜひぜひリスナーの皆さんもなんか新しい音楽どんどん触れて、でまた私が知らない音楽も世の中にいっぱいあるので、ぜひぜひコメントとかねメールなりでいろいろ教えてくれたらありがたいなと思っております。以上 PM エージェンシーイベント情報でした。はい、一人土なりのロックオンミュージック、どうにか一人でエンディングまで来ましたよ。ミキサーの柳峰さんやりましたよ私でもあれ聞こうかな、台湾あるある聞こうかなあります、台湾あるある。台湾人大体メガネかけがちそうなの、メガネの人が多いです。あ、そうなんだ、はい、みんなコンタクトとかしないので、メガネ多いです。あ、男の人ですね、女の人も多いんですけど、メガネってでもかけるとやっぱりメガネもアイウェアというぐらいでやっぱりなんかおしゃれなんだよね、メガネかけるっていうのね、はい、うん、
多分だからおしゃれの表現としてメガネっていうのもすごく取り入れてるのが台湾の方々だと。でも、うん、でも逆に日本人はメイクとか見た目に意識するから、うん、あえてメガネ外してコンタクトしてってやるじゃないですか、うん、向こうは逆にコンタクトがめんどくさいからとかそういう理由じゃないかなと今のプラスの意味でなくてただ単純に大丈夫ですかこれ。あ、大丈夫です、はい、僕台湾好きだから大丈夫です、はい、好きがゆえに言えるってことだよね、はいはいはい、なるほどなるほど。台湾の人はメガネをかけがちにいいあるあるをいただきました、ありがとうございます。はい、ロックオンミュージック、来週は空間日和が担当いたします。皆さんからのメッセージや質問随時受け付けております。メールアドレスは数字で797@fmginowan.com までお待ちしております。懸命にロックオンミュージック宛てと明記してください。はい、そして今 BGM でも流れているんですけれども、来月から第1週目はザ・ユーが担当しますので、もう入江君もね、もうあの子も本当に音楽に対する執着というか情熱というか、そういうのはすごい人ですからね、まあ、この音楽バラエティ番組ロッコミュージックを第1週目、彼の視点での音楽とかね、いろいろ面白い話聞けるといいなと思っております。はい、今週もありがとうございました。もう来月から一人土なりは第3週目となりますのでね、ぜひぜひ、まあ、毎週できたら聞いてほしいですね。毎週と言わずもうずっと FM 技能を聞いてほしいですから本当によろしくお願いしますね。今夜もありがとうございました。じゃあ座右の最近出した、あ、まだそっか、流通はしてないのか、レコ発が1月28日に那覇市のアウトプットで終わったばっかりですね。で、次のレコ発が3月の10日だったかな、座右だったと思いますね。まあ、座右、あの THE でスペース開けて U、 U はあなたの U ですね、 YOU 座右でスペース開けて沖縄とかでやるとより検索しやすいかなと思います。すごくかっこいいバンドです。まあ、もう曲聴かしましょう、すいません。座右で砂漠の終わり。してる曲は座右で砂漠の終わりという曲ですね。もうこの感想のね、あのアンサンブルが何とも言えないんですよ、素晴らしい。あの一人土なりのライブ情報も3月19日日曜日宜野湾市のプチカフェバでございますので、メカルジンさんと弾き語りツーマンライブやりますのでね、ぜひぜひ。フライヤーも今巷に街のあらゆるところに配っております、ぜひぜひ探してみてください。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。
ではではまた来月。